ここで何してるのよ、あなたは。その鎧、どう見たってロアナ軍のものじゃないわね。どっかの古防具屋で二足三文で売ってそうな安い鎧だもの。なんなんだじゃないでしょう。人がせっかく心配して声かけてやってるっていうのに。そうよ、あなた民間人でしょ。だからこんなところを今うろついてちゃいけないって忠告をしてあげようと思ったのよ。ええ、だってここは今私たちボルド軍が、あ、ちょっと、とにかく危ないことに巻き込まれないうちにさっさと元来た道に引き返すこと。いいわね。あのね、坊や、ここはあなたみたいな民間人がいちゃいけないところなの、わかる？私より年下の男はみんな坊やよ。ま、恋愛対象外とは言わないけどね。可愛い子は好きだしね。じゃなかったわ。いけないいけない。いいこと、坊や。世の中にはね、民間人だろうが何だろうと関係なく平然と人を殺すサディストなんていっぱいいるのよ。だからいくらあなたがそんなボロい鎧を着ていたところで、この場にいるっていうだけで殺してこようとする奴らはいくらでもいるの。現に私の部下がその典型的なタイプで、ああやだ、あの顔思い出すだけで気分が悪くなってくるわ。だからさっさと引き返しなさいって言ってるのよ。いい？これが最後の忠告ですからね。この先？あなたはもしかしてマナフとかいう町に行きたいの？町の人間なの。困っちゃったわね。しょうがないわ。ま、少しの間だけなら構わないでしょ。坊や、私が少しの間結界を解いておいてあげるわ。その間にここを通りなさい。向こうは少なくともここよりは安全だろうから。ロアナ軍の方が着くまでこの森から抜けることなんてできないでしょうけど。それにしても妙な森よね、ここ。どうやら一旦入ると神の力の許しを得ない限り出れないみたい。そして残念なことに、
私ではその力にただ拒絶されてしまうだけなのよね。ま、少なくともロアンヌを足止めさえできれば私はいいわけだから、それを封じ込めることだけはしたけどね。とにかくあなたはここを抜けたら安全なところで身を潜めていること、いいわね。じゃあ私はこれで行くわ。無事でいてね、坊や。私、あなたの顔は結構好みだから。
誰ではないだろ、誰だは失礼な。しかし驚いたな。さっきまでは通れなかった道が突然通れるようになるとは。お前の後を追ってきたことが功を奏すとは思わなかった。あ、いや、そういう意味ではないぞ。ただ、さっき女と一緒にいたようだから、なんだか気になって。心配だったんだ。あの女、どうも怪しい感じがしたから。確かにこの森に妙な点はいくつかあるが、でもかといってそれほど大勢の者がいるとはとても思えない。足止め。待って、アス、何にしろ敵は私たちの動きを知っていたということか。知ったというんだ。あくまで極秘裏にアムルから出立してきたというのに。あの襲撃犯たちか。とにかくこの森にボルド軍が潜んでいると分かった以上、倒すまでだ。私はあちらの方に行く。ではな。